栃木県議会議員選挙は2019年4月7日に投票が行われた栃木県議会の議員を改選するための一般選挙である。県議会議員の4年の人気満了に伴う選挙である。なお、栃木県議会議員選挙は1947年4月に実施された第1回の選挙からいずれも統一地方選挙の日程で実施されている。 2019年3月29日に告示され、想定数50に対し64名が立候補した。立候補者64名は2007年の県議選と並び過去最小である。県選挙管理委員会が発表した2019年3月28日時点の県内選挙人名簿登録者数は2015年の県議選から18,199名。 多い164万1447名。有権者数の増加は選挙権年齢の引き下げによる。立候補者数が定数を超えなかったために、無投票当選となったのは、足利市選挙区、大田原市選挙区、那須唐津山市、中川町選挙区、下野市選挙区、羽賀郡選挙区、三部町選挙区の六選挙区。三部町は二千三年の県議選から五回連続で、 無投票となった。自由民主党は立候補者36名全員の当選を目標とする。立憲民主党は発足後初の県議選となるが、立候補者全員の当選で、党勢拡大を目指す。投票者総数は51万779名、投票率は40.44%。今回は立候補者数が2007年の県議選と並んで、 過去最小であったのに加えて目立った争点もなかったことから投票率は前回2015年の県議選の44.14%を下回り過去最低を更新した期日前投票者数は13万2394名で前回比で30.23%増自由民主党は改選前の31議席を維持し過半数を確保した立憲民主党は 改選前の5議席から2議席減らし3議席に交代した。公明党は改選前の3議席を維持した。日本共産党は改選前の1議席を維持し20年ぶりに2期連続で議席を確保した。国民民主党は改選前の1議席を維持した。自民党は日光市選挙区と桜市、塩屋郡選挙区でいずれも 立憲民主党から議席を奪いに議席を独占したが、鹿沼市選挙区で県議会自民党会派の栃木自民党議員会の会長の神谷幸信が6、1を逃し議席を失った。また、八板市選挙区では再選を目指した現職の森田博樹が自民党を離党して部所属で立候補した現職の青木勝明に敗れた。立憲民主党は宇都宮市、 上野川町選挙区で新人の小池厚氏が1位で当選したものの日光市選挙区と桜市、塩谷郡選挙区で現職が落選審議席を交代させた。自民党立憲民主党公明党国民民主党共産党無所属。ありがとうございます。